おー、出た。でけえ。おー、出た。はい、こんにちは、村岡正則です。今回の動画は開発室よりということで、工場長、はい、立山室工場長泉です。お久しぶりです。まあ、2023年もね、今何アイテムやってるんですか？40種類ぐらい同時並行していろんなルアーやってるんですけど、まあ、いよいよできてきたなっていうのがこの辺。そうですね、今年の秋しっかりテストしたいなっていうものをとりあえず今日は持ってきてみました。うんうん、はい、で自分もテストしてるのがあるので、まあ、持ってきて、でちょっと今日はね、昼と夜2本撮るんで、まあ、今からちょっとざっとどんなものをテストするかを説明しながら、なるほど、ね、はい、あの昼用か夜用か分けましょう。でかいのからいこうか。まずガボックスのこれは200です。200、はい、150に続き、そうですね、大半の人が次180だろうって思うところをさらに上を行こうと、40g。まあいい感じよね、今俺がテストしてる、ね、そうですね。それから次がこれが、編集ですね。細々細々です。ちょっといろいろ進化しました。何センチになったんだ。 180mm ですね。180、はい、大きさは変わらず 50g で、なんだっけこれ、ちょっとこうもののけ姫のゼルダラボックスみたいな感じそうですね。これがこれが、うん、あの一番のミソのガードですね。あのやっぱりこのペンシル系って結構ライントラブルを、スライドすればするほどラインがこう近くなってトラブルするのをちょっとガードするためにいろいろ本当考えたんですけど、結局糸でガードしてしまうっていうのが一番いいんじゃないっていう、まだ、はい、まだ試作段階ですけど、ね、はい、次やっぱスネコンの150ですね。150、これ金型モデルになったので、はい、ちょっともうたくさん作ってきました。今日の夜ちょっと、ね、金型 ABC、あれ F まで行ったの。いや、さっと投げてもらったテスターさんに、うん、ちょっともうちょっと軽い方がいいんじゃないかっていう案もあったので、意見もちょっとすぐ出てきたので、まあ、確かに革でも使うルアーではあるので、ちょっと軽めのモデルも今回ちょっと、なるほど、いきなり作ってきました。はい、スローシンキングとかスローフローティングの方がやっぱ革の中は使いやすいんじゃないかなっていうところもあるので、それからもう一個夜これをしっかり投げ込みたいのがアイザーの160です、はいはい、これ金型前の最終チェックなんか、はい、ABC ともう結構いいねっていうテスターさんも多いんですけど、西の方のテスターさんがやっぱりこうダウンに入った時に暴れすぎるとか、あとレンジがちょっとっていう、本当ちょっとのところなんですけど、それのちょっと確認を今日したいなって感じです。アイザー 160F です、ね、でかいです。でかいもんばっかりですけどね。でも夜だな今日は。そうですね、これはこの夏私的な大活躍でした。ありがとうございます。120ですね、ガボガボ。120。ど真ん中サイズ。あれ、また細くなっちゃった？いや、同じなんですけど、ちょっと。俺がテストしてたあのより細いよな。いやいや、変わってないはずですよ。そうです。側は、あ、そうです。それは太い方ですね。サイズ感とか、シルエットの大きさ、引き波、あと、飛距離ですね。なるほど、なるほど。こっちのはトップウォーターなんで、太い方が存在感はあるんですけど。ハイザーによっちゃってる気がするな。テスト中。テスト中です。はい。で、あとは165のシャローバージョン。リップが立ちましたね。立ちました。もうあのやっぱ日型とかでも投げたいっていう意見があったので、飛距離はあの飛距離で、そうです、あの飛距離を再現しながら潜らないでゆっくり、速くても30センチとか。これは良さそう。これはサヨリパターンの時も良さそうだな。ああ、もうありだと思います。あとは高橋とやってる通称高橋新編と高橋新編と呼ばれてるやつですよね。もじったやつですね。この間ちょっと投げたけど、めちゃくちゃ飛んでね。そうです、そうです。 P15 で 80m 近く飛んでるんで、この後この辺で結果出たりね。そうですね、12センチの超細身シンキングペンシル。シンキングペンシルですね。あとはアイザーを出して思ったんですけど、スタンダードなものを求めてるユーザーさんもこう多いので、スタンダードなシンキングペンシルっていうところを今やってます。バリストっていう名前ですね。普通の新編ってこと？普通の新編なんですけどちょっと、まあ、お尻見てもらうと変な形してると思うので、ちょっとその辺はギミックがあって、あるけど、はい、まあ要は定番のシンキングペンシル、ね、そうですね、やっぱりそういうご意見もたくさんあるので、9センチ20グラム、そうです。
まあ、癖のあるところもやりながら、まあまあね、まあ、各社ね、主戦はこの辺だもんね。そうです。釣りを展開していく上で絶対必要なものの一種だと思うので、う、ね、うん、まあ、アイザーのシャローランナーがあり、バイブレーションもあり、うん、このシンキングペンシルっていうのはその一角だと思うので、うんうん、であとはエグイド、エグイドと、あ、もう金型ができたんです、ね、そうですね、もう仕様が決まって、今カラーラインナップ決めてるとこ、お、ボイルしてる、ボイルしたよほらほら、やってるやってる、ラムラが始まってるちょっと何でいい？いやいや、ちょっと糸ついてないです。それは動かないです。あ、いつまいか周りにボートも集まって。これどうなったんだっけ？バイブレーション。ちょっとまた形を大きく変えようかなと考えてて。あ、本当に。これなんだ？なんて言えばいい？ソリッドのロングの長めのバイブレーションですね。ちょっとこれは方向転換。ちょっと方向転換します。それは。しようかなと。一番楽しみにしてる。今日これ投げなかったら。ここに行きたい意味ないぞぐらいな。そうですか。トップでバコバコだよって聞いてたんですけど。これ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 。これはもう金型やってるモデルですね。金型 A。はい。ガチポップ100です。あ、仕様はもうその A でいきます。うんうん、これ一緒だな。そうですね。この辺ちょっと投げていきましょう。はい。よろしくお願いします。楽しみに。いやー、ボイルしてるよ。なんかあのバトルの時にあの浜さんが、うんうん、結構ゆっくり誘ってたじゃないですか。あ、そうだね。それまではずっとガチャ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 こうノンストップで動かしてるイメージの釣りだったんですけど、うんうん、ああいう優しく誘う釣り方もあるんだなっていうのが分かったんで、ね、あれはすごくヒントになりましたね、うんうん、いい動きしてるけどね。あ、だいつもね、ハリッパなの。え？ハリッパでも釣れるし、え、あのマスキングテープですか？うん、剥がしちゃうとさ、あ、リュウゴが返ってくる注意事項が分かんなくなっちゃう。あ、なるほど。いや、張ったまま釣ってるよ。張ったまま釣ってるよ。おー、出た！あ、外れた。でけえ！すげえすげえ。すげえ。一発で出た。一発で出た。すげえ。いや、本当に張ってるよ。それただのメッセージなんで剥がしてくださいよ。じゃあ貼ってある方が釣れるんだよ。あ、なるほど。あー、文字をね。そう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 。そ、日本語のなんて書いてあるのかを見たくて食ってる。背中の方、ね、プラスチックに穴が開いてる。あ、そうですね。で、防水なんだ。防水にはなってます。その口だけちょっとゴムっぽいエラストマーとかで抜けにくくしようとは思ってます。正面から見た時にハート型になるような状態にしてください。多分これこれこう、こう、なんか恥ずかしいなそれ。ハートハート、ユーゴからハートいただいちゃったの。いや、すいません、剥がせないでしょ。ユーゴのさは何ですか？これベイトロットですね。ちょっと混ぜてもらっていい？ああ、結構強いな。強いです。これがすごい強い竿でですね、めっちゃ太いですね。人によって全然ロットが違うの。浮かっぱりで投げる人はそれこそ ML でもやるんで。そうですね、 ML でもちゃんと動かせるし、でもこれぐらいの H みたいな竿で、うんうん、これメガソウルだけどバチンって当ててもちゃんと泳ぐっていう、ビキュンとこう逆に強いターン、だから強い竿で強いアクションも出せて、柔らかい竿で柔らかいアクションも出したいんだよね。やっぱ一本でやりたいじゃん、うんうん。あ、でもこれ慣れてきたら外れてても絡まないね。多分そのテンポですね。テンポがね、はい、あ、それはどんなルアーもそうだもんね、うん、なんかコツを多分掴んでもらえれば。でも融合ハートは大事だよね。恥ずかしいな。若い女の子にこの動画絶対見てほしくないな。多田さんのチューみたいな感じでした。懐かしい。お休み中ですね。お休み中。お休み中。これすいません、めっちゃ身内ネタで申し訳ない。なぜかある日ブルーブルーの電車が見る公式ラインのね、一人のベテラン社員がお休み中っつってハートマークが来たんで、いや、そこでみんないい組織だなと思ったら、すかさず全員お休みにハートつけて返したじゃない。あれは素晴らしいだと思う。そうですね、そうですね。あれって放置が一番きついじゃん。いや、きついですね。なんか次の日どんな顔でみたいな。アゲ潮が聞き出して船の流れる道が変わったから。うわっ。この潮目いるね。
ったよ。よっしゃ、よっしゃ。ゆっくりゆっくりゆっくり。はい。よいしょ。うわあ、まじった、ごめんなさい。ごめんなさい。何やってんの。いや。ごめんなさい。いつ？あれ？ほっとごめんなさい。いや、今もう3点かかってるのが見えた。ごめんなさい。出ました。綺麗に吸い込んだんですけどね。いやー、マジかよー。次は取るよ。次は取る。出た！おっしゃ！よっしゃ！すごい。典型的な予想。あ、バレた！ごめんなさい。典型的な四隅ヒット。典型的な四隅ヒットでバラしちゃいました。今の撮ってたらすごかった。やっぱ決まんないんだよな、なんかな。MH もそうですね。ちょっとこっちはそういう苦笑いしないでよ。やっちゃった。汗が吹いてきた。よし、おっ、乗った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 。ちっちゃい。なんでなんでやってかけたサイズがちっちゃいもん。あー、外れた。おお。こんなんす、こんなんなんか今日は二人して外れちゃいますね。そんな日もあります。そうですね、楽しい開発でしょ。実りの秋です。魚の反応があるのはやっぱすごくありがたいですね。おお、出た、乗った。今度こそお願いしますよ。これハーモニカっぽいんですけど、かかってるかな、ちゃんと。おお、引くね。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。秋らしい。秋らしいの来ましたね。やっと出ましたね。やっと出ました。お待たせしました。お待たせしました。よいしょ。おお、太いね。でかいよ。うお、出ました。細棒ですね。バイトはめちゃくちゃあったんですけど、なかなか今日乗れず、バラしちゃったかな。バラしちゃうのも結構あったんですけど、いいの出てくれました。いや、70は普通にありますね。はい、にゃい。いいテストになりましたよ。いい魚来ました。よいしょ。じゃあリリースしちゃいまーす。はい。OK。ありがとうね。いいバイトだった。やっと乗ってくれたね。いけるかな？おお、いける。バイバーイ。太いね、上から見ても。いっていった。着底で絡む時あるじゃん。ああ、ありました。絡んじゃったつもり。猛烈ジャークしてると外れてる、ね。普通にブルブルブルって戻ってくれる。ああ、惜しい。おお、乗った。すごい。よいしょ。猛烈ジャーク話。跳ねないですね。よいしょ。こんなでかくなさそうだぞ。どこだ、どこだ。回します、回します。おーい、うわ、マジか。ちょっとちっちゃいし。うわ、ちょっと危ない。ハリコンボス。あー、やべ、やっちゃった、やっちゃった、やべ、あ、いった。危ない、危ない、危なかった。ほんと危なかった。イエーイ。釣れたぜ。危なかった、危なかった。よいしょ、よいしょ。いいコンディション抜群。いいっすね。金色に輝いていいね。いいっすね、この時期のね、うん、たくましい。お願いします。いい、バイバイ。はい、はい、楽しいね。いやー、いいバイトでしたね。地合いになってきました。はい、じゃあちょっと上変えて、お、貨物200投げてみます。 87g。 もう
遠慮のない。コメント欄に竿がありませんっていっぱい書かれて。聞きますね。けどイベントで展示してると、うん、待ってますっていう方は結構いらっしゃるので。だいぶお尻振るね。このサイズでアピールがない方を選んだってしょうがないもん、ね。そうですそうです。もう全振りでいいのかなと思って、うん、やりすぎないぐらいで。よいしょ。引き続きガボツ200。ちょっと私も200でいきます。さあ、おお出た。あ、ちっちゃいけど。なんかちっちゃいんだけど。でもあのサイズ出るんだな。あのサイズが来るんだな。来るんすね。すごいなルアーパワーって。だって40センチぐらいしかないよこれ。いやいやそんなわけないですよ。どこだ。でかいじゃないですか。でかいか。でかいですよ。全然あったか。全然でかいですよ。すいませんよ。いやいやいや、もうなんか秋特有のサイズボケが始まってる。サイズボケ。ジャンプした瞬間マジでびっくりしました。ジャンプした瞬間40センチにしか見えなかった。いやいやいや、しっかり70ぐらいありますけど、ね。出ましたね。楽しいなこれは。いやーバイト。このでかいルアーで釣る楽しさね。間違いなくありますね。秋ガボツ200。うわ何センチ？あ、ちょうど70。70ぐらいですね、ちょうど。すみません、40センチなんて言っちゃって。はい。じゃん。リリース。いいバイトだった。はい、ということでこんな感じで、まあ、日々じゃない龍五天の久々なんだけど普段はこう別でね、そうですね、やって、まあ、春秋1回ずつみたいな感じでこう、うん、答え合わせをするんです。そうだね、まあ、こういうハイシーズンにやれるっていうの収穫がたくさんあるんで、また今度夜編もそのうち動画出ますんで、ぜひまた見てください。はい、おまけ編です。ごっちゃんの10頭チャレンジ、ごっちゃん10頭チャレンジやってきました。やってきました。まあ状況がいいので、はい、釣れるんじゃないですか。釣ってください。何投げますか。ルアーはちょっとただ巻きがいいんで。え？ちっちゃ。いいですか。あ、ちっさ。これとかいいよ、これとか。ガボツ200。ほぼ一緒だから。とりあえず1匹取って、で残りの5頭で。さあ、10頭で魚釣れるでしょうか。さあ、はい。1頭目。1頭目。さあ、2頭目。2頭目。はい、3頭目です。飛ばしたね。見えるじゃん。3 4 4 4だよね。危ない危ない危ない。じゃあ55投目。これ半分使い切っちゃうよ。次のその裏で大丈夫です。5投半分終わっちゃいました。本当に大きいの投げた方がいいですか。本当に大きいの投げた方がいい。本当に、うん、そんな気がする。乗るか乗らないかは日頃のお金。ガボツ200、はい、行きます。よいしょ。7投目。次の一投はじゃあフランス語で解説しながら。あ、une action de roulement très intense。 そんなに面白いですか。いや面白い、なんか面白い。あ8投目。8投目ラスト3投です。 あと2投。あー、ラスト1投。はい。あー、いい動きだけどな。さあ、ジェット。なあ。いや。残念でした。残念でした。が、村岡さん。何？泣きの3投目。泣きの3投。お願いします。泣きの3投。泣きの。先の3頭かっこ1回目。頑張りますんで。ラスト。さあ、
終了泣きの三投目第2第2ってあるんですか。どうぞ。泣きの三投2回目スタート。生まれ変わりませんなって動かないと。ああ気づいた見たいたいた結構聞かれてしまった。ガボツ100釣れるぞもうこの辺から早送りするんで動きがあるとこまで泣きの何回目もいらないんでずっとやっててください。ちなみに好きなルアー、好きなルアーはまずガボツ、ガボツのちっちゃいやつね、うんうん、90、うん、釣れたから好きだから、この間のボツアイザーボツアイザーボツアイザー好きもらった。ああ、よっしゃよっしゃ、バイブレーションが。40センチ。降りてきた。行くよ。おっしゃー。バイブレーション。テスト完了。いや、これをテスト割りしないでほらほら、釣れましたいいですよね、チャレンジ成功どうやるんだほらほら、釣れましたいいね、釣れました釣れました、はい、おめでとう、ありがとうございます。そしてありがとうございました。ありがとうございました。なんだっけ、チャンネル登録とコメント欄もぜひお願いします。はい、お願いします。